はい、こんにちは、レトスの大野です。昨日宅建試験の合格発表があり、合格点は36点でした。そして自己採点が34点だったり35点だった方っていうのは、弊社の個別指導の最安値価格でのお申し込みっておそらくできなかったと思うんですね。というのも、大手の予備校で合格の可能性がある点数だったんですね。なので合格発表前にお申し込みはできなかったと思います。そのため今回2日間限定で最安値価格で再度受講していただける機会を作りました。34点とか35点だと、あと少し頑張れば合格できそうに思えますよね。でもこれは間違ってます。勉強の仕方を変えないと来年も同じように合格点マイナス1点やマイナス2点で落ちてしまいます。合格点を超えるためには理解学習という勉強の仕方を実践する必要があります。理解学習ができれば、ひねった問題や引っ掛け問題も解けるようになるので、合格点プラス5点以上で合格できます。つまり多少凡ミスをしたとしても合格できるということなんですね。来年こそ絶対合格していただきたいので、この最安値価格でぜひお申し込みください。そして来年合格を一緒に喜びましょう。個別指導の最安値価格でのお申し込みは、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひお申し込みください。それでは本日の3問に入っていきます。映画善意無価質で8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し、 A が B に賃貸し、 B が2年間占有した。この場合 A は取得事項を主張することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×です。自らが占有する場合でなく、賃借人により間接的に占有する場合も、 A が所有の意思を持っていれば取得事項を主張することができます。つまり本問では合計して10年経過しているので取得事項を主張することができます。まあ、これは基本事項なんで絶対覚えておきましょう。間接占有も自己占有に含まれるということです。今回賃借人により間接的に占有してもらっています。これも A の自己占有に含まれるんですね。 A が自分で占有しているということになるということです。個別指導の受講さんは合格テキストを確認しましょう。テキストのページ番号は P26 ページですね。真ん中あたりに記載しております。問2です。 B が借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りをして、多数の B の知人または友人に対して売却する場合、 B は免許を必要とする、丸か×かという問題です。答えは丸です。免許が必要です。知人または友人に対して不動産を売却するということは、不特定多数のものに反復継続して不動産を売却することと言い換えられます。つまり本問の B の行為は宅地建物取引業に該当するため免許が必要だということです。まあ、これは基本問題ですね。で、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガから類題も考えてみましょう。重要なので絶対に解けるようにしていただければと思います。で、ここで解説している問題の解き方、考え方は必ず頭に入れてください。解き方や考え方を理解したい方はぜひ個別指導ご検討ください。この下の概要欄にある個別指導のリンクから内容をご確認いただけます。で、問3ですね。幅4メートル以上の道は特定行政庁の指定がない限り建築基準法上の道路とはならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。幅4メートル以上の道っていうのは特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路です。特定行政庁の指定がないと建築基準法上の道路にならないのは4メーター未満の道路なんですね。今回の問題は4メーター以上の道なので、4メーター以上の道は特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路になるから×だということです。で、4メーター未満の道については特定行政庁の指定があって初めて建築基準法上の道路になりますので、この点注意していただければと思います。で、この問題は初めて解く方っていうのはちょっとややこしいんで、ちょっと何回か動画を見ていただきながら、またテキストとかを見ながらですね、ご確認いただければと思います。そして初めにもお伝えした通り、2日間限定で最安値価格で再度個別指導を受講していただける機会を設けました。来年絶対合格したいという方はぜひこの最安値価格でお申し込みいただければと思います。2日間限定なのでお早めにご検討いただければと思います。
あなたの受講をお待ちしております。来年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。